作曲家冥利に尽きるという、その世界が終わるまでは離れることもない、そう願っていた。苦戦の夜と、というわけで今日はワンズの世界が終わるまではについて喋ろうと思います。これは1994年の6月8日発売ですね。まあこれは私としてはメロディーも気に入ってるんですけれどもね、何しろやっぱり本当に上杉君がすごくいい詩を書いてくれて、そしてアレンジも良かったです、演奏も良かったです、そして歌最高です。というわけでね、とてもいい形に仕上がった。その上、スラムダンクで使っていただいたおかげでね、このメロディー世界中で愛されるようになったという、まあある意味その曲を送り出した身としては、こう曲がとてもこの嫁ぎ先で幸せになってくれたというね、そんな感じで、まあ作曲家冥利に尽きるという、そんな感じでね、本当にすごくありがたいわけですけれども、これね、去年、私中国に上杉君と一緒にイベントで行ってきたんですよ。上杉君とあと、ノブ君っていうロックシンガーだけどアニメのねヒット曲いろいろ持ってて、その2人と私と3人で、中国でイベントをやってきたんですけれども、まあやっぱり世界が終わるまでは大人気でしてね、もうあちらの方がみんな日本語で大合唱してくれるんですよ。これはやっぱり本当にね、もう感動しますね。こんな嬉しいことなかなかないです。ただね、まあすごいのがですね、このイベントと同じ、このイベントすごく大成功で終わったんですけれども、で、まあおかげさまでね、また今年もやってくれっていうことで今年も行くんですけれどもね、同じこのイベントとタイトル、同じタイトルつけて同じ内容のことを中国人の方々が今やってて、意外と人気が出てるらしいんですね。いや中国恐るべしって感じで、そっちはやっぱね、なんせ中国語でやってますからね、ぜひそっちの織田哲郎役にも会ってみたいなと思ってるんですけれどもね、まあそんなわけでまた今年も中国行ってやっていきたいと思います。パンダ見てきます。